3番高品川が関東勢を抑えていきまして先頭に出ます。6番松田大乗り換える動きで今3番手外側、7番鈴木健太郎2つのラインを送る形になりまして中部3人、6番松田が3番高品を叩きまして先頭主導権取り、7番鈴木健太郎も早めの巻き返しに出まして残り1周半切りました。松田大の抑え先行、7番鈴木健太郎が叩いていって先頭を取り返します。高品再び6番手に置かれて主導権は関東ラインです。鈴木健太郎の先行で後ろ2番石川正持、あとは3番手6番松田大、中部3人は中段取り、あとは3番田頭のまくり返し、6番手から高回転です。3番田頭、後ろ5番小菅誠、そして6番松田大が3番手から合わせようとしていますがスピードで3番の田頭博之、鈴木健太郎の先行の番手ちょっといっぱいか、石川と外から3番田頭追い込んで真ん中は6番の松田大と5番の小菅誠追い込んできたが2番の石川正持か、ゴリン2番石川正持